家族に近しい関係者からの話として伝えられていると説明。その上でヒューズの状態について、マットの容態は安定しており、骨折や内臓の損傷もありません。彼は体にいくつかの裂傷やあざがあり、現在は段階的に人工呼吸器から離脱している状態です。まだ目覚めてはおらず、我々が望むように反応しませんが、彼が戦っていることはわかりますと報告した。そしてその2ヶ月後の8月14日、マット・ヒューズの友人であるトニー・ズッカ氏がインスタグラムに車椅子姿のヒューズの写真をアップしました。この感情をどう表せばいいかわからない。2ヶ月近く前は親友がどうなるかわからない状態だったのに、今夜は脱獄、病院から外出して寿司を食べた。彼の回復